い、皆さんこんにちは、ワンダルグルービッシュです。今回はプレイステーションの機動戦士ゼータガンダムシャーディスククワトロ編の続きをプレイしていきたいと思います。今回は最終回になると思います。空をかける。僕はチャンスがあったのにハマーを殺せませんでした。気にするな。それは私の役目だったのだろう。いえ、僕の脆い心がハマーンの強烈な意志に負けたんです。危険だな、カミーユ。それではアムロレイの二の舞になる。メイルシュトローム作戦の最中、カミーユはキュベレーと交戦し、ハマーンの心に触れた。その感じすぎるセンスは新しい時代を作る力ともなりうるが、己の身を滅ぼす要因ともなる。アムロ・レイは自らの魂を解き放つのに7年もかかった。それは地獄の日々だった。戦いは終局に向かい、カミーユもまた何かを悟り始めているようだ。私はそのカミーユの動向にダラースンの幻影を見た。それが希望の光となるのか、破滅へ通じるのかはまだ分からなかった。さあ、百式出撃ですね。ジオ・キュベレイとの三つどもえのコロニーレーダー内での戦いになるんですかね。ちょっと楽しみですね。神じゃないな。はい、急に移動を開始しました。モビルスーツを発進させたようです。数は確認できませんが、大変態です。百式とゼータを向かわせろ。メガバズガランチャーの用意、カタパルトデッキに上げました。よし、ランチャー射出しろ。まとめた感はバズカランチャー使うか。シャーカ来たな。シャー、メガバズガランチャーを失ってしまいましたね。今度はジオか。そんなモビルスーツでこのジオと対等に戦えると思っているのか。シャー、ジオはね、個人的に結構好きなモビルスーツなんですよね。図体はでかい割に隠し入れなんかもあって、機動性もあって、なかなかいいモビルスーツなのかなと思います。シロッコのやつ。シロッコめ、レーザー砲を潰そうとは面白い。これ以上破壊されると発射できなくなる。死にに来たか、シャア。こんなところで朽ち果てる己の身を呪うがいい。そうかな。もしも私のもとへ戻る意志があるのならば。何を言う。道を誤ったのだよ。貴様のようなニュータイプのなり損ないは粛清される運命なのだ。わかるか。まだだ、まだ終わらんよ。ここはこの相手は一応だな。ジオとも、これは一騎打ちですね。ただ、さすがにジオなんで、攻撃が、こんだけライフル撃って、まだ一発も当たってない。ただ、あんまり攻撃は仕掛けてこない。これなら格闘を入れたい。もしくは、近距離で、ライフルを当てる。OK。
近距離でライフルを当てるにしても全然当たんないな。しかもジオのライフルの方が威力が高い。これなら格闘当てたい。やられる。当たらない。いや強いなジオな。この距離で撃って当たらないってやばいよな、ジオ。お、ようやく格闘が一発入った。格闘戦を挑んだ方がこれだと当たるのかな。いや、多分もう一発ライフル当たると、やられてしまうんで、もうライフルをもらうわけにはいかない。ですよね。ライフル暗いわけにいかないので、エキサミンにステップ、やられた。ちょっと再戦しましょう。さあ再戦に入りました。さっきはちょっとね、格闘一発入れたものの、格闘に持ち込むために銃のライフルを、何発か不用意に受けてしまったところがあるので、今回は時間かけてでも確実にライフル戦で最終的に勝ってればいいというところで、時間をかけつつ行きたいと思います。三浦四郎戦で戦うのが個人的には好きなんですけど、これでもなかなか銃を捕らえられないですよね。このまま行きたい、なんとか。これニュータイプモードだとこのシロップに勝てる気がしないな。3連星車を時折混ぜつつっていう感じかな。さあこれで決めたい。もうこっちもないぞ。さあ決めたい。うお、ここでライフルの残弾がなくなった。危な、危ない。食らった。やられた。ちょっとさらにもう一回戻ってきます。さあこれ3回目4回目かな、ジオと戦闘中なんですが、今回はなんとかここで決めたいですね。もうフェイントを入れつつ、こっちもライフの参戦戦車を使ってるんですが、さすがになかなか当たらない。最後は格闘を、格闘を決める。入らなかった。よし、いやー苦戦しましたね。ザビ家を倒しティターンズを排除した世界でお前は一体何をしようというのだ。私が手を下さなくともニュータイプの覚醒で人類は変わる。その時を待つ。私に同調してくれなければ排除するだけだ。その上でザビ家を再興させる。それが分かりやすく人に道を示すことになる。それは違う。本当に排除しなければならないのは地球の重力に魂を惹かれた人間たちだろう。天才の足を引っ張ることしかできなかった俗人どもに何ができた。
常に世の中を動かしてきたのは一握りの天才だ。行くんだカミーユ。キュベレイ戦か。おお、超電磁攻撃だな。何もできないままどんどん食らってるけど、こっちのライフルもジオに比べると当たる。ジオはもうほとんど当たんなかったですからね。この距離で仕留めた。ジオの方が強かったな。これが名シーンですよね。これであの武器は使えまい、ハマン。甘いな、シャア。何？これで終わりにするか、続けるか、シャア。そんな決定権がお前にあるのか。うん。口の利き方に気をつけてもらおう。何？シャア、私と来てくれれば。脱出する神優が描かれるんだ。すごい。これはいくら希望を見出しても地球の重力に魂を惹かれた者たちのエゴに押しつぶされ、結局はこんな悲しみだけが繰り返されていく。ならば一昔前の人々は9世紀のロケットの G に耐えながら空に上がった。彼らは空にこそ希望の大地があると信じた。自分たちを空へ追いやった地球のエリートたちを憎むことより、その方がよほど建設的だと考えたのだ。地球の重力を振り切った時、人は新たなセンスを身につけた。それがニュータイプへの開花へとつながった。そういう意味では確かに空に希望はあったのだ。よくわかる話です。僕もその希望を見つけます。というわけで、プレイステーションの機動戦士ゼータガダム、神優編に続いて、シャアディスク、クワトロ編も攻略完了になります。実はこの後ですね、このシリーズの逆襲のシャア編もディスク手に入れましたので、次回はですね、その逆シャア編をプレイしていきたいと思います。では、今回はここまでにさせていただきたいと思います。